はい、皆さんこんにちは、エビサです。 Windows 11正式に発売されましたね。早速 Windows 11を入れていこうという方いると思うんですけれども、入れ方いくつか選択肢があります。 Windows アップデートでアップデートする、自分で、インストールアシスタントをダウンロードしてアップグレードしていく、そして、USB ですとか ISO ですとかインストールメディアを作ってクリーンにインストールする、あとは ISO ファイルをダウンロードして仮想マシンなんかにインストールしていく、まあ、このあたりがあるかなというふうに思います。 Windows 11をダウンロードできるページがもう公開されてますので、そちらを見ていきたいと思います。Windows 11をダウンロードするというページになってます。Windows 11のメディアをインストールまたは作成するには次の3つのオプションがありますよということになってます。まず1つ目が Windows 11インストールアシスタント。今の Windows 10を使っているところにこれをダウンロードしてインストールしてそのままアップグレードさせていくという方法になります。Windows 11のインストールメディアを作成するという方法。これは Windows 11を今までのものを消してですね、クリーンに入れていきたい人に適したものになります。ブート可能な USB または DVD を作成するためのツールがダウンロードできて、それによってブート可能な USB、DVD を作って、そのデバイスからブートしてクリーンにインストールするということができます。で、インストールしている最中に既存のディスクを消すということもできるようになってますね。もう一つの方法は Windows 11ディスクイメージ ISO をダウンロードするということです。はい、ISO ファイルをダウンロードするとそのまま ISO ファイルをマウントできますね、仮想マシンなんかに。そうするとその仮想マシンにインストールしていくということができるわけです。で、 ISO ファイルをダウンロードしてから自分でブートできるディスク、インストールディスクを作るという方法もあるんですが、まあそれよりはこちらのインストールメディアを作成するツールを使った方が簡単ですねということになります。今ある PC をそのままいろんなものですね、そう入れてあるソフトなんかを保ったままインストールしたい人は Windows 11インストールアシスタントを使ってください。新規にクリーンにインストールしたい人は Windows 11のインストールメディアを作成する、でこのツールを使ってインストールメディアを作ってそこからブートさせていくという方法でインストールをしてください。仮想環境に Windows 11の VM を作るという方、そういう方は Windows 11ディスクイメージ ISO をダウンロードするのところから作業を行ってください。で、こちらは個人向けですね、すべて。ですので、その他のダウンロードオプションってありますけれども、エンタープライズエディションですとか、こういう企業向けのエディションですね、に関しては、ボリュームライセンスサービスセンターを使ってくださいですとか、Visual Studio サブスクリプションズポータルでやってくださいですとか、あるいはインサイダーの方ですね、もっとより進んだ新しい最新の Windows 11の方を実験的なものを含めて使っていきたいという方は Windows Insider プログラム、 Windows Insider のサイトの方でもっとより進んだバージョンをですね、インサイダーバージョンをダウンロードしてくださいということになります。ということで Windows 11もう綺麗に入れることもできますし、既存のものからアップグレードすることもできますし、もう正式版ですので今までとはもう位置づけが変わってますね。なので新しいものをどんどん触っていきたいという方はぜひアップグレードしてみてください。これを機に Windows 11をクリーンインストールしようという方ですね、そういう方も、いいタイミングなんじゃないでしょうか。データはバックアップしておいた上でクリーンにインストールしてみてください。で、 Windows 11まだ早いんじゃないかと思う方もいらっしゃると思います。無理にインストールアップグレードする必要はありません。 Windows 10のサポートもまだまだ引き続き長い期間サポートされますので、無理にやる必要はありません。ただちょっと試してみて、動かしてみて、ダメだったら戻すみたいなこともできますので、まあ、気軽にちょっと試してみるというのもですね、もうやっていいタイミングにはなってると思います。何せ、もうかなり長い間ですね、Windows 11の正式版の前のバージョンで、世界中で多くの方がもう動作確認してますし、その中で発見されてきた問題なんかも修正されてる、そういう状況がもうあるわけですね。そして私は Windows 11ずっと使ってますけど、全く問題なく使えておりますというところです。で、Windows 10から Windows 11に入れ替えてみて、もしもダメだったなと思ったら、10日間だけ戻れるという形になってます。で、それ以上過ぎると、もしも戻したいなとなった時には、クリーンにインストールし直すしかないということになりますので、まあ、試す、もしかしたら戻すかもしれないという方は、そのタイミングはですね、ちょっと慎重にやっていただけるといいかなというふうに思います。ただデータだけクラウドにですね、逃がしておくですとかバックアップしておくということをすれば、もうクリーンにインストールする手段も、こうやって公式のツールも出てますので、かなり気軽にできると思います。
なのでちょっと興味がある方はですね、気軽にインストールアップグレードしてみてもいいんじゃないかなというふうに思うところですね。というわけで Windows 11の正式公開からもうダウンロードの場所ができてますよということをお伝えしました。よろしければ皆さん、試してみてください。で、試す中でもしもわからないこと、困ったことありましたら、コメント欄の方にいただけましたら、できる範囲で回答させていただきますので、ぜひ何かあればコメントいただければと思います。というわけで今回の動画は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。